池袋ラウ。おう。まだ収録してんのエビスだけど。気持ちは池袋だよ。ボリューム1です。ボリューム1。これ引っ越しの段ボールはめっちゃ届いてるから。めっちゃ届いてる。もうこれでいけると。いける。はい。ということで。はい。まあ、引っ越し第1弾ってことでね。はい。今まで結構喋ってきたあの、春日のエンドレスエイトがついに。お、完結しましたね。完結しましたね。ようやくループから抜けたぞと。抜けたぞ。これまだ見てないんだけど。見てください。あの、いっぱいいろんな人の書き込みでオチはもう理解しちゃったのよ。ああ、見ちゃ、ネタバレ的な感じ。見た。ああ、なるほど。これでも、アミちゃんの予想が当たったね。当たりましたね。私、多分5話ぐらいから。言ってたよな。言ってましたね。ああ。小説とか読んでなかったんで、全然。小説もそうなの？いや、私小説読んでないから分かんないですけど、なんか当たってましたね。読んでないのに当てた私偉いみたいな。偉いすごいみたいな。どっちも同じような意味じゃねえかよ。はい、まあでも確かによく気がついたよな。はい、なんかそこしか引っかかんなかったなっていうのもあるんですけど、やり残してるのは結局宿題だったんだなと。でもあれってなんか春日のせいとかではなく、なんかそうだね、キョンのせいだよね。せいですよね。よくだからそこがちょっとわかんないんですけど、キョンがどんどんこうあっちのいろんな異世界のなんかなっちゃってんのかなとか。でなんだ、結局お前の中でその今期はどういう評価なの？え、でもまだ終わってないから。あ、そう、わかんないですけど、そのじゃあエンドレスエイトどうだったの？8回もやる必要あったのみたいな感じはするの？3回目で、結構、またかよって思ったんですけど、4回目からもうなんか笑えてきちゃって、またかみたいな感じで。比較動画があったけどな、結構違うもんだな。意外と、速さとか絵とか。そう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 。あとやっぱ、まあ、そこで楽しむっていう、水着今日のが可愛いとか、あ、そうだね、浴衣今日がいいとか、長戸は、どのお面にするんだろう今回はとかそういう。違うの？違うの選んでる。違うの選んでるっていうか、まあ、ま、おめ、まあ、ウルトラマン的なお面を選ぶんですけど、全部。ただ全部形が違う。違うんだ。よく見ると。うん。あー、なるほどな。まあ、そういう感じで、無事にね。はい。エンドレスから抜けて、はい。次回どうなるのかわかんないですけど、楽しみっちゃ楽しみだね。そうですね。でもなんか、エンドレスエイトのおかげで、あの、ミクルちゃんの真似を始めました。お、そうだ。お前それやりたいって言ってたな。やりたいっていうか、まあ、できるようになって。だって似てるかわかんないですよ。披露してもらおうよ。お、いきます。一部分だけ。じゃあ私からも説明します。いつも未来と連絡を取ったり禁足事項したりしてるんですけど、一週間くらい禁足事項がないな、おかしいなってみたいな感じですね。あー、あの泣きつくとこだな。そうです、公園でな。なるほど。はい。なんだ、なんでそれをやろうと思ったんだ？なんかやってたら似てるって言われて。なんでやってたんだ？なんかそこを一番真似しやすかった。あー、なるほどな。うん。まあ、特徴出てるもんな。はい、くーんとか言って電話するとなのか。大変なことになりました。似てる似てる。あー。そっか、はあ、そういうのもできんのか。そうですね。猪木もできんのにな。いや、猪木ミクルちゃんもできんのか。猪木。猪木ひどかったな。猪木ひどかったね。この前に撮ったやつな。しゃくれてるだけですからね。あごしゃくって言ってるだけです。え、何？他になんか開拓してんの？モノマネ。開拓？うん。長戸やりたいですけど、やっぱ長戸は難しいですね。あの、抑えた感じの。なんか、やっぱ声がちょっと違うので。なんだろうな、そういう、なんだっけ、ほら、お前、すげえ、得意なやつあったじゃん。マイメロとか、おじゃる丸とかですか。ああ、マイメロすごかったな。あれ、ちょっとやってみてよ。え、マイメロ？うん。おじゃる、マイメロも帰らないといけないの。マイメロですね。久々にやったから、なんかすごい。結構そうだよ。久しぶりだよな。あとは、あの、軽音のゆいちゃんとか。おー、行ってみようよ。何がいいかな？なんかちょっと砕けてる時のやつです。ういぃー。あ、アイス呼んだりする時のやつだな。アイスも。アイスが、浅川あずさんが作った。おー、俺、ニコニコに動画やったな。なんだっけ。アイスー。
ていうのを真似してました。あだいたいやっぱ傾向が似てる。傾向が似てますね。前メロと結構ゆいちゃんが。あー、なるほどなるほど。りっちゃんとか言ってますね、よく。でもなんかみくるちゃんは結構開拓でした、私の中では。あ、そう。新たな。あの、そういう風に やろうとするときに、こう、なんかテクニックがやっぱいいんだ。テクニックっていうか、なんかもう聞いたままこう。あー、再現すると。未来に帰れなくなりましたとか言って言ってるとなんか。まあ、雰囲気は出てるわ。あやったりとか。なるほどね。留守電とかに入れるとすごい似るって言われて。あー。まあ、8回やるチャンスがあったわけだからな。そうですね。何回もあそこ見てれば、はい、いろんなパターンがな。もっと極めようと思います。そうだな。はい、ミクル、だってお前、あ、一気見直したんだっけ、全部。一気見直しました。おー、そうか。ミクル伝説を歌えるようになりたいなと。あれはさ、わざとああいう風にほら、下手な感じに歌ってんの。そうですね。逆に難しいよね。へーとか言って歌って。そう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 。難しいですね。あれはなんかな、うん、あのテイストを出しながら音程を外しながらああいう感じでっての逆に難しそうな感じがするよね。今のエンディングはちょっと真似できるんですけどね。うん。どれくらい降りてきたんだって歌えるんですけど。なんか意外と難しい。歌うのはやっぱ難しい。いやー素晴らしいよ。ありがとうございます。ちょっと思って、ね。80点だな。あ、上がった。20点もアップした。モノマネで。ありがとうございます。あー。他に何かあった？カニ？うん。何ですか？ハルヒ以外に何か見た？アニメ？うん。ですか？エヴァンゲリオン結局見なかったのか。見てないんですよ。毎週つうかずーっと深夜にやってたのにな。一回、その、ほんと深夜まで起きてた時に、見て、うん。うん、ああ、美里さんがなんか、あの、金髪の人に怒ってるって思った。ああこのシーンだ。シンジ君がうんたらって言って、なんか、シンジ君になんで。ああ、シンジ、あの、あれか、友達か。ジャージの？ジャージ。あ、違うか。あの、ここら辺までの髪の。ああ、リツコ？多分。あれもリツコじゃなかったかな。あの、あれだろ、白衣の。そうです、そうです、そうです。その人と言い合いをしてるところ。なんかな、あの人金髪で表現したのが斬新だったから気がつかなかった。言われてみりゃ金髪だけど。ですよね、金髪。うん、金髪。はい。あ、はい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 、そう。あの、よく喧嘩してんね、あの二人。そうですよね。仲良しなんか、すごい喧嘩して。同級生で、こう、立場がこう違うから、こう、いろいろぶつかり合うんだな。なんか、シンジ君の、なんであそこまでうんたらみたいなことを、美里さんが言って。あいうところで終わっちゃったんですけど。それだけ？それだけしか見れなかった。なんで？まず、撮る容量、ハードディスクが足りなくなってるっていうのと、すっげえリアルな根本的な問題だな。いや、消してるのになぜ増えるんだろうみたいな感じなんですけど。なんか、いろいろ入っちゃってて、ハードディスクに。ハードディスクに。DVD のその。なんかね、いろいろアニメを撮っちゃってるんで。撮りためてんだ。撮りためちゃってます。まだ見てないやつがいっぱいあるんだ。見てないやつとかありますね。え、なんだ、お前んちのハードディスク、レコーダー何ギガ？何ギガなんだろう。ちょ、わっ。300とか？そんぐらいあるんですかね、多分。そんなにそんな埋まっちゃうもん。なんか埋まりますね。かなりの番組数が入ってる。お前んちとかじゃあれだろ、 VHS の時とか標準で撮るタイプの家だよ。いやいやいや、まさかまさか3倍ですよ。まさかですよ。あの、いい、あの、残しときた映画とかは標準ですよ。標準で。あ、まあ、だいたい3倍で撮るよな。3倍ですよ。え、そう、だって、あれってそういうモードがあるんじゃねえの？なんか SP とか LP みたいな。ありますね。それはなんかあの、DVD の方の、にダビングするときに。ああ、そうか、落とすときに。そうです。小さくするんだ。だからハードディスクはもうそのままなの。あ、だからいっぱいになっちゃうのか。はい。うん、じゃあ二段方式になってんだな。そうです。で、なんかダビングできる最、あの、可能数とかもあるんですよね、あれ。今な、はい、ダビング10だっけか。うん。10回。10回までって。うん、そうか。あれは何の意味がある？
なんかいろいろややこしいんだよな、そこがな、うん。そのデジタルの複製とかって、そういう部分に関しては規制があるから。なるほど。お役人仕事だよ。なるほど。金曜ロードショーかなんかでやったやつも見なかった。あれは、だから、ハードディスク足りなくて取れなかった。予約してたけど取れしてたのに取れなかったんだ。そしてもうその時とかもうかなりショックだったんですけど、銀玉も取れなかったとか、なんかもう、 うわーやばいもうと思って。ちょっといつ気がついたの取れてないことに。それに気づいたのはもうだいぶ経ってから土日とかなんか ある日が取れてないとか思って、あーあれあれじゃあ前のやつも取れてないのか、まずいと思って、はい、愉快だな。愉快ですか。残念すぎましたけどね。分かった、了解した。別に俺がどうしてやれるわけじゃないけど、了解したよ。まあ、エヴァはいつか見たいと。あとガンダムも見ないとなーみたいな。今あれだぞ、ずっとインターネットでやってるぞ、バンダイチャンネルで。一日一応ずつ進んでる。へー、楽しいよ。見よう、ちょっと。うん。なんか私よりガンダム見てない幼なじみがあのお台場に見に行きましたけどね。ああ、お台場なー。あー、夏休み行ってこうかな。いいな、私も行きたいと思って。あー、皆既日食の時の話聞きました。あの11時のになった瞬間ガンダムが動くって言ってて、でそのガンダムが動いた時に雲が切れて皆既日食見れたらしいんですよ、お台場で。まさかと思ったけど、なんかまあできすぎた話だな。できすぎてるんですけど、本当らしくて、周りの人たちがみんな、あ、伝説だ、ガンダムすげえって言ってたらしいですよ。ガンダムがすごいのかどうかは知らないんですけど。神様的な。神様的な。力も宿ってんの。ゴッドですね。ゴッドか。はい、もう大仏みたいな感覚で、じゃあもうガンダム見に行ってんだな。だそうですね。いや、すごいなと思って、偶然にしては。でもさ、例えばほら、昨日とか結構地震大きいのあったけど、平気なのかね。あれでガンダム倒れてたら結構ショックだけどな。いや、なんか、いや、そんな、もろくは。そんなもろくはねえか。そうね。でも結構揺れたぜ。いや、かなり揺れましたけど。私も思わずピアノ押さえましたからね。あー、ちょっと、特に昨日のは長かったから焦ったわ。私、ちょっと、ガタガタ言いましたから。なあ。ちょっと焦って。あ、怖い、ね。俺、ちょうどさ、ドリームマッチ見てたんだよ、はい、お笑いのやつ。はい。知らない？あの、お笑い芸人シャッフルしてさ、はい、やるやつなんだけど。あ、あー、分かった分かった、分かりました。はい。ちょうどそれ見てたらさ、ガタガタガタって来てさ、なんか鳥海行きと誰かが組んでやってたの、はい。もう揺れてるからさ、全然入ってこないわけ、頭の中に。後で、録画したの見直してみたら、単に鳥海行きのコントがよく理解できなかっただけなんだ、俺が。あれ、揺れてなくてもよく分かんないわ。なんだ結局。あー、地震じゃないんね。地震関係なかったね、頭に入ってこない。私は前日に東京マグニチュードっていうアニメを見てて、あ、なんかそんなのあったらしいね。もう見てたからより怖かったです、ね、あ、そういう情報がな、先にあると怖いわ。リアルタイムに、あの、だからジョーズ見た後に海水浴行くのがちょっと怖くなると一緒でさ。そうです、マジ怖えぞ。怖いですね。遊んでるそばで、なんか、ゴボゴボゴボって超怖いんだけど。なんかこう、ヒデみたいなの見えたらもう、そう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 、恐ろしいですよね。あんなのちょっと海でやったらパニックになるじゃん。冗談でもあんなのやったら。いや、私絶対泣きわめきますよ。あー、パニック起こすよ。でもなんかその、東京マグニチュードお台場が舞台だったんで、リアルに怖かったですね。橋とかがこう崩れてっちゃって、はあ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 、やっぱあの海辺だから水とかもやっぱ、あ、そうだね、津波がね、はい、地震の後は気をつけなきゃならないからね。リアルな怖さは本当に感じましたね。